フードプロセッサーフードプロセッサーとは、投入した食材をモーターによる葉の回転で、切り刻んで混ぜる調理器具である。1960年、料理の下ごしらえに大変手間がかかることに気づいた、フランス人のピエール・ベルダンが、容器の中で、カッターの葉を動かすことで楽に、食材加工ができると考えて発明した。これにより、フランスで、フードプロセッサーのパイオニアである。 ロボクープ社が誕生した。当初は業務用の器具でレストランなどからのニーズに応えて開発された。手作業での下ごしらえにかかる手間と時間を短縮できるフードプロセッサーは外食業界に革命を起こした。1970年代にはロボクープ社から家庭用の小型フードプロセッサーも発売され、欧米をはじめとする国々でヒット商品になった。同社は クイジナートなどの他社の製品を生産し、卸していた時期もある。日本では、前述のロボクープとクイジナートが業務用、フードプロセッサーを、そして、クイジナート、パナソニック、テスコムが家庭用フードプロセッサーを販売している。日本では、ワープロに習って、しばしば、フープロと呼ばれるが、この故障は、世界的には通用しない。食材を洗いみじん切りから、ペースト状にまで、 細かくすることが可能で、特に、ひき肉、魚肉のすり身、野菜のみじん切りなどを作る際に、絶大な効果を発揮する。また、ハンバーグなどの材料をすべてフードプロセッサーに投入し、切り刻むとともに攪拌して、下ごしらえを手早く済ませるといった使い方もできる。ミキサーやジューサーの代わりとしてジュース作りなどに使うこともできるが、 使用する刃の大きさや形状によっては材料を細かくしきれず、舌触りが悪くなることもある。メーカーによっては、オプション部品を装着させることにより、スライサー、グレーター、大根おろし、パン生地練り、ジューサー、ホイッパー、かき氷作りなどの特定の調理にも利用できる。強力なモーターを装備した台座の上に材料を投入するためのケースを乗せ、 ケースの中に刃を装着する据え置き型のものが一般的であるが細長い手持ち状の本体の先端に刃を装着しコップなどの中に挿入して使用するスティック型もある。材質は材料を入れるケースにはポリカーボネートやガラスを刃にはチタンやステンレスコーを使用していることが多い。形状が複雑な部品があるため洗浄には少々手間がかかる。加えて刃物もあるため 取扱いには注意が必要である。葉の高速回転で生じる摩擦熱により材料の品質が低下することもある。対策としては角の連続使用を控え、一部の材料を冷凍したり氷を投入したりすると良い。ありがとうございます。